どうも皆さんこんにちは。旭川市地域おこし協力隊の伊賀地です。皆さんは猿貧球場ってご存知でしたか？北海道の方であれば大体知っているかもしれませんが、猿貧球場は旭川が生んだ名投手猿貧の名を冠した市営の球場で、日本で初めて人名をつけた球場として有名です。名投手猿貧については、野球をやっていた私個人的にも興味がありますので、こちらはよく調べて、また別の機会に改めて配信したいと思います。今回は先日この球場で行われたプロ野球の公式戦、日本ハムファイターズ対西武ライオンズを見に行ってきましたので、この球場についてご紹介いたします。それではまずスタルヒン球場の場所についてです。こちらの Google マップをご覧ください。旭川駅との位置関係はこのようになります。駅から約 4km ぐらいなので、車で行くと10分から15分くらいになります。こちらは球場周辺の拡大の地図になります。球場はこちらになります。車の場合はこの花咲スポーツ公園駐車場がございます。しかしこちらはプロ野球、高校野球など開催しているときは満車になることが多いので、バスの利用をお勧めします。バスは旭川駅からも出ておりまして、北高前というこちらのバス停で下車すると目の前です。スタルヒン球場の施設についてざっと紹介します。両翼95m、センター120m という広さなんですが、参考までに札幌ドームが両翼100m、センター122メートルなので、それと比べると少し小さめになります。内野は土で、外野は天然芝になります。スコアボードがあって、あとナイター設備もあります。収容人数は2万5000人になります。内野に1万席と外野の芝エリアに1万5000人になります。スタルヒン球場の魅力として一番に挙げられるのは野外の球場ということです。試合が始まる前はこの写真のように空が明るいです。こちら試合開始直後、だんだん空が薄暗くなってきました。もう少し時間が経つと空は真っ暗ですが、照明でグラウンドがきれいに照らされています。このように野外の球場は空が見えること、そしてきれいな天然芝が育つこと、さらに運が良ければ場外ホームランなんかも期待できます。スタルヒン球場2つ目の魅力は選手との距離が近いことです。こちらの動画をご覧ください。ドームなどで見たことある方はわかると思いますが、結構選手と近いですよね。こちらは試合前の予想になりますが、すごい近くで見れていいですね。先ほどの施設の紹介で少し小さめな球場ということで話しましたが、その分選手と距離が近くてすごい魅力的な球場だと思います。近くていいですね、やっぱこういうの。はい、そしてこの周辺になりますね。まず動画流します。少し早く着いたんですね。なので息子が退屈してしまうので花咲スポーツ公園で遊ばせてます。ここウォーキングロードなんかもあってめちゃめちゃ広いです。そして子供はね、こういう噴水大好きですね。ずっと見てます。あとこのように子供が遊べる公園なんかもありまして、天気のいい日は子供を連れて遊び回りたいですね。でこちらはスタルヒン球場内の売店になります。値段が見えるかと思いますが、すごくリーズナブルです。お蕎麦屋さん以外もお弁当やおつまみ、お菓子などいろいろ売ってるところもありますが、どこもお手頃な価格でした。スタルヒンそば気になったので食べました。こちらです。美味しそうですよね。そしてスタルヒン球場は主にプロ野球ですとか、あと高校野球で使われますが、冬になるとここ実はちびっこスキー場になるところなんですよ。でこちらは私はまだ体験したことがありませんので、また冬に体験してレポートしますね。なんでもレフト側の外野スタンドのフェンスを取り外してスタンドの傾斜を利用するみたいです。スキーやタイヤのチューブ滑り、雪の迷路ができるみたいで楽しみです。それでは試合の風景を少し紹介します。こちらはファイターズの先制点の時ですね。2回の裏になります。ノーアウト1塁3塁1塁3塁のチャンスですね。はい、ダブルプレーの間に1点を挙げました。1点は1点ですよね。でこちらは、
44回の表になります。2アウトが満塁で、これはあのファイターズの大ピンチの時になります。まあ、この時はあのなんとかしのいでほしいと祈っておりました。まだ雨はね降ってない時ですね。いや、ナイスボールです。本当近くで見るとね、その変化球なんかもすごいよく見えていいですよね。お、いや、お見事です。で、実はあのこの日は雨でした。で、雨の場合なんですけども、野外の球場ははっきり言ってきついです。タオルやレインコート、ビニール袋は必ずあった方がいいです。で、小さな子供がいる場合は着替えも必要ですね。で、こちらもご覧ください。あの関係者の方がこれ雑巾で水を吸ってでバケツで絞ってるんですね。この関係者に感謝の気持ちを持ちましょう。これすごい大変なんですよ。いかがでしたか。ここスタルフィン球場では毎年数回は北海道日本ハムファイターズの公式戦が行われるそうです。で、今回は新型コロナウイルスの影響もあり、いろいろと制限があっての開催でしたが、来年はきっとさらに多くの観客が入り、大声で応援ができて、外野の芝エリアでの観戦もできると思うので楽しみです。